神戸市新海地に存在していた建造物。正式には受落館であるが、市民は集落館と呼んでおり、それが正式名称となった。名称は豊臣秀吉が税を尽くした受落台にちなんで名付けられた。建築様式、経営方法ともに、東京の帝国劇場をモデルにして建てられ、西の帝劇と呼ばれていた。えと子えとこ、集落館とういはやされ、 戦前から戦後にかけて、深海地繁栄の象徴として君臨した。鉄筋3階建て、地下1階の洋風劇場で、収容人数は1200人、冷暖房完備の場内には、シンクのカーペットが敷かれ、夜には屋上で三千0光食のダイアーク等が輝くという、神戸モダニズムを代表する近代劇場だった。1階は平場で、すべて一席となっており、 2.3階は弓形に、湾曲、緩やかな勾配となっており、観覧しやすい構造となっていた。また、会場の貴賓休憩室には、桃山時代の域を再現したデザインもあった。建築費は、当時の額で建物に15万円、内部施設に7万円がかけられた。開業当時の入場料は、特別席3円、1等2円50銭、2等1円70銭。 三等八十戦、四等三十戦であった、樹落艦のコケラ落としを飾った七代目、松本幸四郎九百十三年八月十八日、春行。建築家、設楽佐夫が設計した。帝国劇場は、渋沢栄一、大倉喜八郎ら東京の財界人の出資で、建設されたのに対して、樹落艦は、竹岡豊田を社長とし、小曽根木一郎、森本清志、 鈴木商店店主の二代目、鈴木岩次郎、立川弁さん、神田兵衛門羅神戸の有力者の出資に、帝劇の大株主、大倉喜八郎の出資が加わり、建設された。建設の契機として、歌舞伎の七代目、松本幸四郎と松竹の関係悪化がある。松竹と関係が悪化した松本幸四郎は、 小区に対抗する一座を作って、帝劇を拠点に据えたが、樹落館は、関西における松本幸四郎のもう一つの拠点として、建設されたという裏事情があった。会場時には、当時珍しかった自動車パレードが行われ、その人気ぶりは、樹落館前で自電がストップしたほどであった。淀川長春は、樹落館を文化の噴水、日本の誇りとまで称した。 淀川長春の聖火は、柳原恵比寿神社のすぐそばにあり、一家揃っての映画ファンであった。当時は、深海地には、受楽館のほか、千代の座、キネマクラブ、あよい座、酒井館など、活動写真館や芝居小屋がのを連ねる大繁華街であり、淀川もよく通い、映画に染まるきっかけになった。淀川は、受楽館を文化の噴水、日本の誇りとまで称した。 1927年9月には営業不振を理由に松竹シネマと菊水シネマの共同運営で映画の常設館に転校。1929年には松竹に身売りした。1934年の改装の際に3階にスケートリンクが開設された。1938年には田中絹代主演の愛前カツラの大ヒットもあった。神戸大空襲で 一帯はほぼ全勝したが、ジュラッ落艦は戦火を免れて、戦後は米軍に接収され、1952年の解除まで新中軍専用の劇場として使用されていた。1978年に閉館し、65年の歴史を終えた。現在、跡地にはラウンドワン深海地点がある。大正初期にジュラッ落艦の養成所女優だったミカ真理子。 歌舞伎だけでなく進撃の旗揚げ工業も含め、大正期の日本の代表的な舞台、東京で評判になったものはほとんど呪落館で演じられたと言われる。呪落館で講演を行ったことがある、ルヤ・アームストロング。ありがとうございます。